こんにちは。始まりました。ドラマチックシネマチック、ドラマ映画プロデューサーの森谷武史でございます。そしてシネマパーソナリティの松岡ひとみさんです。はい、よろしくお願いします。今日は逆で始めました。逆パターンありでした。緊張しますでしょ、意外に。はい、はい、Q をもらうってこんなに緊張するんだと思いました。どうでした？じゃあ Q を出す方も緊張するんですね。 Q 緊張したでしょ。緊張しました。大丈夫かなって頭かけてないかなと思いました。はい、ということです。はい、大丈夫です、大丈夫です、ありがとうございましたね。ということで、はい、本日前半はですね、私森谷武史が MC を務めさせていただこうと思っております。ね、今年最後のドラシネということでございますけれども、はい、松岡さん、この年末今こういかがお過ごしなんでございますか？お忙しい？いや、昨日と一昨日はクリスマスで、家族で、家族とか甥っ子姪っ子にケーキ作ったりとか。あー、ケーキ見ましたよ、ツイッターに上がってましたね。いやいや、はい、もうあれね、既製のものを買って全部貼っつけただけですよ。貼っつけた。まあ、なので今日前半は松岡ひとみさんがですね、はいはい、ある意味ゲストでございますよ。おっと、びっくり。私 MC ですから。ありがとうございます。はい、今年の5月からですね、はい、当番組はスタートしましたけれども。そうなんですよ。もう7ヶ月ですよ。早いですね。いや、これね、もうぜひ、昔からね、本当にやりたかったことの一つなんですよ。作り手の方でを喋らせてあげたいっていう。はいはいはい。大体地方のキャンペーンに来ると、あとまあ東京もそうですよね。なかなかこう舞台挨拶でも、ほとんどね、演者さん喋るじゃないですか。そうですね。うん、もうそして、あとはプロデューサーさんという職業を皆さんに知ってほしいということもあって、ありがとうございます。お誘いしたわけですね。ありがとうございます。で、本当にそのおかげで僕もかなりね、このドラシネで、勉強になってますよ、松岡さん。なるほど。まあ、ありとあらゆるね、監督さんや作り手さんやね、はい、演者の方のお話もお聞きできてるわけですから。ですよね。大体豊橋映画祭でプロデューサーをされていて、でそこでも MC もされてる、まあ、MC というか、なんていうんですか、あれ、パネリストじゃないわ、パネラーか、なんていうんだ、フル方。ああ、はいはいはい、やってます、やってます。コーディネーターをされてるわけです。はい、やってますね。だから、この方はおしゃべりができるなってずっと3年前から思ってたんですよ。ありがとうございます。よかったと思いまして。ねえ、はい、なんか松岡さんのね、こう印象に残ってるね、ドラシネの回ってあります？今年の。全部印象に残ってるんですけれども、いや、うん、みんなおしゃべりが好きだね、やっぱり。最初は、いや、まあ、大丈夫かなぐらいのこと言ってたんですけど、まあ、しゃべるしゃべるで、ほとんど延長ですよね、確か。そうですね。まあ、本当に雪沢監督だったり。そうですね。ねえ。まあ、堤さんはね、もともとおしゃべりをお上手だったんですけど、まあ、皆さんお上手なんですけど、はい、やっぱりこう、なんていうんですかね、こうドラシネっていうのは途中ぐらいから始まったじゃないですか。ドラシネっていうのは、なんだ、はいはい、構成替えっていうのがありましてね。構成替えをね、はい、先にこうドラシネをアンケートでいただいて、そうです、そうです。それをどんどんこう監督とか皆さんに、はい、ゲストの皆さんに聞いていくっていうパターンですよね。それが面白かったですね。この人こうアート系なのにロッキーだったんだとかさ、いろいろ山崎隆さんとかもね、ふえっとびっくりするような映画だったりとか面白いですよ、ね。そうなんですよね。まあでも僕はあれですね、堤幸彦監督の回が結構じんわり残ってますね。まあですよ、お葬式、伊丹十三さんの、はい、あれを改めて見るわけですよね。我々二人は皆さんからもらったやつを大体見たりもします。見直す、うん、そうですよね。そう、見直すことができるんですよ、そのお話を聞いた後にでも、その前にでも。だから伊丹十三さんのお葬式はずっと前に見てるはずだったんですけど、うん、やっぱこう年を重ねてお葬式も経験してから見るのと、まあ、雲泥の差でした。びっくりしました。新しい映画かと。そういうことですよね、はい、びっくりしましたね。だからいろんな皆さんに教えていただくことも多かった、うん、とは思いますけどね。まあ、でもコロナ禍において良かったですよね、こういうドラシネという番組ができたことは。そうですね、やっぱりドラマとか映画、うんうん、っていうのはやっぱりこうなんかある種こう心の支えだったり、
する部分はあるんじゃないかなと思っていますし、なんかそういったことをどんどんこうね、作ってらっしゃる方とか、出てらっしゃる方にこう掘り下げたトークしていただいて、もっとこう楽しめるようになる番組になったんじゃないかなとは僕は思ってますけどね。本当に。あと一つは、このコロナ禍でもう一つやりたかったことがずっとあったんですけど、自分の映画サイトを作りたかったんですよ。はいはい。ホームページでもブログでもなく、ちゃんとした媒体。うん、で、それがドラシネと同時にスタートできたっていうのが、本当に良かったですね。はい。映画サイトになってるんですよ。皆さん見てくださいね。はい。フルプレスです。ということでね、今日はミッドナイトスワンスペシャルトークみたいなことを題しておりますけれども、はいはい、ゲストの方をお呼びする前にですね、今年はドラシネ、今回今日が最後ということで、最後、僕と松岡さんで2020年のドラシネ会を総括してみようと思っております。ドキドキ。いつものドラシネではあまり語っていない洋画。洋画の話とか。あ、洋画ですね。洋画はか、ね、ちょっと話したかったですよね。ねえ。よかったかった話ですよね。いやー、でもね、多分ね、あれじゃないですか。一番決めるのって、だって難しくないですか。だって松岡さんも相当な数見てるんじゃないですか。多分僕より見てると思いますよ。例年はね、試写室に大体こもってるんですよ、毎日。はいはいはい。なので、1ヶ月に30本、40本見てるんです。あと、その帰りに映画自分で、おかわりに試写室の後にね、映画館行くっていう。どれだけ見とるの、本当に。だけど、今年はだから試写室を、映画館がちょっと間がなかったので、そういったのは見てないんですよ。はい。ただ、旧作を見たり、ドラマを見たり、はいはいはい、できてるなっていうので、何本っていうのはちょっと分かんないんですけど、まあ、結構見てますよね。森谷さん、逆に多かったんじゃないですか、今年。おかげさまで本当に、ドラシネのおかげ、本当に。だから、ものすごい数の映画を映画館で見ました。ですよね。あと、もちろん試写をのご案内をいただくことになったので、たくさん見ることができたし、ね、もちろんね、ステイホームの期間もあったので、たくさんなんかドラマとか映画見る機会は増えたなというふうに思いましたね。うん、そんな中で、ちょっと洋画はどうですか？たくさんばーって。振ってくれちゃうの？振ってくれちゃうの？先に。先に振ってくれちゃう？じゃあ。うん、はい、はい。私の洋画。はい。3つ言っていいですか？3つでも4つでも3つ。あ、なんか3つにしようかなと思って。はい。私、絞らないから。まあ、はい、どうぞ。もちろん、この映画がね、第3位とか言っちゃいけないですけど、1つ目は、この映画が、やっぱり映画館に人を戻すきっかけになったなっていうのが、テネット。テネットか。これは僕は初日に行きました。行きましたね。やっぱり、ノーランの新作をどうしても見たかったっていうのがあって、はい、もちろんね、アメリカとか大変なね、映画館事情になってしまって、日本の方がヒットしたみたいなんですけど、テネットは。なるほど。それぐらい日本の映画館、とにかく人が戻ってくるきっかけになった作品で、はい、まあ本当に何回見てもどこまで理解できるかわからないぐらいの難しさと面白さと全てひっくるめて、やっぱクリストファー・ノーランすげえなって思った作品でした。なるほどね。見ました見ました。でも、まだ理解していません。はい。でね、洋画の2つ目なんですけど、はい、面影っていう僕スペイン映画を見まして、10月ぐらいの作品ですね。そうなんですよ。公開がね。これ遅れに遅れて先週ぐらいに僕見たんですけど。まだやってますか？いいですね。これは僕ね、ちょっとおすすめしたかったですね。いろんな方にやっぱり。ああ、そうでしたか。早く見ればよかったなと思って。2つ目は面影です。もうこれはね、本当リメイクしたいなって思ったぐらいです。面影を。はい。予告とかは見てるんですけど、面影はちなみにどなたを浮かんだんですか？いや、まあそんな言えないですよ。そんな言えないですけど、ある方は浮かびましたが。なるほど。はい。
まあ、頭がね、15分の短編なんですよ。はい。で、その後、その短編のヒロインの10年後が、その後長編で語られるっていうすごい構造だったんですよ。面白い。構成が面白い。はい、その短編が、アメリカのアカデミー賞の短編賞のノミネートされた作品になってたんですけど、はい、もう面影。面影ね。はい。はい、そして3つ目は、やはり、パラサイト。ああ、やっぱりそこ来るんだ。はい。来るんですね。やっぱりこの作品がやっぱりそのなんかアジアの映画界に少し勇気をくれたんじゃないかなというふうにも思いましたし、はい、逆にこう日本の映画もちょっと頑張んなきゃいけないよっていうふうにちょっと葉っぱかけられたような感じがして、うん、まあそれはもう本当におっしゃる通りですよね。はい。で、もちろんアカデミー賞も取って、誰もが知るような作品になったというのも、素晴らしいことですし、まあ、なんだろうな、ポン・ジュノっていう監督をもっともっと知りたいっていうふうに思った作品でした。はい、いやでも本当ね、あの時パラサイトがどうでしたか、2月がアカデミー賞で、その後、まあ、コロナ禍になってしまって、はい、でネットフリックスで韓国ドラマがわーってきた。そうです。だから韓国ブームのねなんかこう入り口をプラッて作ったっていう感じの作品でしたね。さて、松岡さん、私は、ね、松岡さんの3本というか、なんかすごい3本と言わず、あのね、たくさんあるんです。たくさんあるんですけど、どうしたらいい?あ、私ね、この、あ、1本目?1本目どうぞ。1本目はね、ジョジョラビットっていう映画なんですけど、まあ、パラサイトと同じように、はい、こういう映像。アカデミー賞でしたね。そうなんです。このヒトラーの役をやってるのが監督さんなんですけど、はい。私ね、ちょっと今年はね、ヒトラーものが、すべて心の中に入ったっていうか、うん。やっぱりね、すごく大変なことじゃないですか、この人たち。この人たちっていうか、はい、ね、なんかな、こんなね、大変なこと起きてるんだけれども、うん、なんだかね、生きようとしてるじゃないですか。はい、ラビットにしても、はい、ちょっともう一個見せちゃいますけど、ヒトラーに取られたウサギっていう、はい、これにまだ公開中なんですけれども、これだけね、まあ、追いかけられて、ね、強制収容所にも入らされて、それでも、うん、楽しく生きようとしている、楽しくっていうか、それを受け止めているっていうんですか、運命を。はい、ここで、まあ、彼女たちは生きていくっていうところを見ていると、ちょっと私も頑張ろうって思ったわけですよ。だから私ね、うん、今年はね、アーニャアーニャはきっと来るっていうのも、これは東京国際映画祭にもあったんですけれども、うん、映画祭でも関わりましたけど、この3本なんですよ。全部ヒトラーものになっちゃった。あらららら。はい。で、もうこのね、ヒトラーに取られたウサギっていうこの映画は絵本なんですよ。うんうん。ジュディス・カーっていう、割とね、動物の絵本を描く方なんですけれども、この人の、はい、自伝みたいな作品なんですけれども、これはね、森谷さん見た方がいいですよ。構成が素晴らしい。わかりました。で、このね、ちょっと分かりにくいですね。ここにやんなきゃいけないの。はいはい、そこがいいですね。整えましたね。うん、はい、そうなんですよ。だからこのね、2次元の世界を3次元にするにはこういうことかって思ったりもした映画でもあったりして、正しい映像化というのはこういうものじゃないかっていうのをね、すごく思いましたね。絵本から映像化にするって。見てみます。そうです、そうです。はい、それもありましたし、あとね、本当にこのヒトラーにですね、追われて、スイスとかパリとか逃げていくんで、逃亡劇なんですよね、お父さんと一緒に。なんですけど、その逃亡中にもですね、すごくね、きっとね、楽しい家族もいたと思うんですよ。つまり、うん、そんな辛い話ばっかりじゃなくて、だから見てると、なんだかね、勇気が出るっていうか、この中にもこんなに楽しい夫婦というか、生き抜いてきた人たちがいるんだなと思って、またそれで泣けてくる。泣けてくる。はい。そうですか。そうなんです。ヒトラーに取られたウサギっていうのの意味もこの映画の最後に分かりますので、これも絶対見てほしいです。はい。もう今2本行っちゃってますけど。アーニャ。
アーニャ。アーニャ。アーニャはきっと来るっていう、これもそうなんですよ。これは片田舎に、ヒトラーがやってくるっていう話で、あの、羊飼いのね、少年の話なんですけど、これはちょっと今手元にはないんですけど、この3本です。アーニャはきっと来る。ヒトラーに取られたウサギ。そして、ジョジョラビット。ジョジョラビット。ジョジョラビットは僕も見ました。はい。よかったですよね。うん。よかったです。ちょっと意外な展開だったりもするんですよ。そうですね。うん。いや、もうちょっとね、そうなんですよ。もうね、こういう映画、今年はちょっとなんかヒトラーの作品が私多かったな。なんでだろう。生きなきゃとか思ったんですけどね。まあなんか本当にこうね、そういう時代みたいなものが重なったのかもしれないですよね。今年のこのコロナ禍の時代感というか、そういったものが重なったのではないかなというふうには思ったりしますね。うん、あの現代に生きる私たちのお手本になるような作品だったなっていうのがアーニャと、まあ、特にこのヒトラーに撮られたウサギだなっていうのはすごく思いました、はい、あちなみにこれも好きでしたけどね、あのこれミッド様ね、これは話題作でしたね。はい、はい、これはちょっと人を選びますね。そう、好き嫌いがありますね。超カルトムービーですよね。そうです、超カルトムービー。でもこれも、事実はすごい。これも2020ってことですね。そうですよ。これは2月に、もう2月の終わりに見に行ってるんですよ。うん、でも3月も4月もずっとやってましたね。これも人を呼んだのかもしれないですね。人を呼んだかな、映画館にね。そうですね。確かにそうでした。パラサイトと同じ感じです、ね。はい。さて、洋画3本でいいですか？邦画はなんか後半撮ってきますか？邦画、いきます？邦画。邦画後半ね。あ、後半？後半あるんだ。後半でいいよね。ラストトークの方にちょっと。あ、ありですね。あ、わかりました。ね、はい。そうしよう。そうだよね。だって今年最後だから。いや、もうなんかね、あれもこれも喋りたくなって、もうだって時間が、あ、17分じゃ、早く。行きましょう。いやもうね、待ってる人がいますよ。相当待ってんじゃないですか。すいませんでしたね。はい、じゃあこっからこっからこっからは松岡さんに MC バトンタッチ。そうです、あの元通りになりますよ。はい、だって森谷さんがそうですね、まあ今日はゲストにしましょう。だってスタッフトークですからね。そうです、そうです、あのミッドナイトスワンが、ま、大ヒットということで本当におめでとうございます。ありがとうございます。本当に、50万人突破ですもんね。で、特集も何回も何回もやったんですけれども、はい、第5弾まで来ちゃいました、うん、素晴らしいですね。リクエストが多数ありました、スタッフトークスペシャルということで、じゃあ開催をさせていただきますよ。よろしいでしょうか。はい、じゃあ森谷さん、よろしくお願いします。ゲストでね。本当ですか、うん、ね、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、はい、ではミッドナイトスワンスタッフチームから美術を担当されました若妻ひろゆきさん、そしてドラシネでは何度も名前が挙がっています録音担当の伊藤ひろのりさんをね、よろしくお願いします。お願いします。いやー、もうお待たせしました。すいません、ご無沙汰しております。お二人とも、お待たせしております。今回ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんかすごいですね。美術の、はい、我が妻さんは、フィギュアに囲まれた僕はからお願いしておりますが、そして伊藤さんも、はい、これも伊藤さん、はい、これどっからですか。はい、これあの壁紙じゃないですよ。リアルですね。リアルなあのミッドナイトスワンのあのファイナルミックスの作業。ラビングルーム、ラビングステージって言うんですけど、そこをあの実際に作業したそのスタジオ、角川ダイエスタジオなんですけども、その角川さんのご好意で今日は場所をお借りしてそこから参加しています。ありがとうございます。そしてね、ちょっとあのね、あの告知ではあの実は内田監督が来ていただける予定だったんですけど、まあ、ちょっと体調がちょっとよろしくないということで、大事をとってですね、今日は、配信にはちょっと不参加で、行かせていただきます。はい、ですが、いろいろ質問いただいてるんで、はい、監督に事前に答えていただいたりしてるものもありますので、それはまあ、あのおいおい発表していこうかなというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。あ、よかったです。はい。質問を答えていただいてるっていうことですね。はい、そうです。はい、
ございました。あとね、バレエの千歳先生の質問答えてもらってます。すごいですね、はい、で、あの千歳先生は今日はレッスンか何かだったんですね。そうなんですよレッスンしてるんですよね、はい、今まさに、ね、はい、こんな質問に対してあの回答いただいているということで、まあ、今日はですね、はい、あの延長覚悟ということなんですけれども、岡島さんと伊藤さんはお時間の方大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。やったで、あの途中でお手洗いなども、ね、行っていただいても構いませんので。わかりました。はい、で質問もあの今日 生配信ですね。どんどんとね、ここに生でございます。はい、はい、ね、お願いしたいなと思いますので、じゃあもうね、あの森谷さんもゲストとして頑張っていただきたいと思いますけれどもね。さあ、ディープな質問がたくさん届いておりますけれども、まずちょっとお二人と森谷さん の関係性をちょっとお聞きしたいなと思っているんですけれども、はい、まあ、関係性というか、まあ、内田監督との関係というか、で、まず若妻さんと森谷さんは今回初めてですよね。あ、そうでございますか。はい、はい、もうなんかもうこんなに、すいません、本当こんなに素晴らしい美術さんがいるということに今回初めて気づかせていただきました。本当に。そんな何をおっしゃいますか。でも本当にいろんな作品これからも一緒にしたいなっていうふうに思うぐらい。はい。ね、小笠間さんはなんかこの前の作品も愛知県出身の豊橋出身の方と組んでいらっしゃったんですよね。たまたま石川圭さん。そう、石川圭。で、森谷さんが豊橋だし、なんかすごい縁があるっていうか、なんかつながってきたなってことを後で知ったんですよ。あ、はい、後で知ったんですね。後で知ったんです、実は。でもあの僕去年の映画の中で一番好きだったのが三ツ橋と遠雷だったんで。ああ、はい、そうね、いやーよ、じゃあこんな風にズームでおしゃべりするっていうことってなかなか、でも森谷さんもスタッフの皆さんもないですよね。そうですね、でも多分これから増えるんじゃないですか。でも打ち合わせとかができるかもっていうことですよね、うん、そうか。そして、伊藤さんは愛知県出身と聞いております。はい、はい、その通りです。はい、で、伊藤さんはですね、録音の伊藤さんっていうので、あの非常にですね、服部さんと上野さんの会があったんですよ、ミトラ。あ、見ました。はいはい、見ました、はい、見ました、見ましたよ、はい、そこでもう録音の伊藤さんっていうのがなんか一つのもうなんかこうあのキーワードになってたっていうぐらいね、なんか不思議でしたね、なんかね。いや、はい、これからも録音の伊藤さんって言うとなんかこうみんながほっとするっていう、和やかになるっていうか、その場がなんかそうなんですか。そういう、はい、はい、ありがとうございます。あの本物の伊藤さんがいらっしゃったのでびっくりしました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、内田監督と伊藤さんっていうのはあれなんですか？初めて。で、僕は、ね、2014年かな の、 あのメタルカっていう、うん、ガールズバンドをかけるゾンビの青春ムービーっていうなんか変なカテゴリーのちょっと B 級っぽい映画なんですけど。ああ、でも私見たことあります、ね、はい、あります。結構それが初めてだったんですけど、やっぱりあのオリジナル脚本で、あ、まあ内田さんはいつもオリジナル脚本ですけど、まあ当然そうなんですけど、それでキャスティングもあの本物のバンドにこだわるっていう、まあ、今回 の、 そのバレエダンサーにちょっと共通するものがもうその頃からあったっていう思いは今回それ思いましたけどね。はい、うん、なるほど。やっぱりそうですね、本物キャスティングみたいなことですよね。そうですね、リアルキャスティングみたいな、リアル、うん、はい、うん、ちょっとリアルといえばですね、それバーチャルじゃないということで、もうちょっと伊藤さん、あ、そうですよ、背景見せてもらえませんでしょうか。背景ですか、はい、ちょっとじゃあパソコン動かしますよ。これ皆さん見てわかるんですかね、これがですね、こういう感じですね。これがですね、ミッドナイトスワンの最終ダビングを行った角川ダイエスタジオのダビングルームでございます。あのインスタに写真をちょっとまあ上げたこともあったんですけど、はい、こうスクリーンがこう、こうか、
スクリーンがこうあって、ここに今実際、どうですかね、100席ぐらいのシネコンと同じぐらいの箱ですかね。うん、だから、映画館、実際に映画館ですよね。映画館と同じ環境で、うん、まあ、音のその、まあ、よし悪しというか、いろんなバランスを決めていくっていう。で、まあ、ここに監督席があって、キャプテンシートがあってですね、はい、ここで監督がもうあだこだって指示を。はい、っていう。そのもう一席後ろに僕が座ってる。あ、そうですね。一番後ろにあのプロデューサー、はい、はい、そこに座って。で、あの、まあ、このコンソールの前にも、まあ、ゲスト席みたいなのは、ちょっと今見えないんですけど、前にも。はい。もう映画館と同じ環境で、あの、ね、音を確認できるという。はい。すごい、初めて見ました。実際日本は入られないですよね、なかなか。え？若妻さんはこういうとこは入られ、美術さんは入られないですよね。ではそうですね。ね、まあ入らないですよね、もうその。なかなかそういう機会はないですよね。そう、現場の人が来るっていうのは本当に、まああれ、まあ、タイミングが合えばね、そういう情報もいかないんじゃないですか、ね。うん、まあ、他の作品にも入っちゃったりしてることもあるでしょうし。すごいな。いや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 、今日はね、なんかいいものを見せていただいて。本当にありがとうございます。もう、角川大スタジオさんがご協力いただいて。ありがとうございます。角川大スタジオさん、ありがとうございます。本当に。はい。はい、ね、本当に貴重ですよ。美術さんと録音の方って、普通喋れないっていうか、聞けないですよ。私だって聞けないです。はい、聞いたことがないです。はい、もう でもね、やっぱりね、録音の伊藤さん出てほしい切望リクエスト、あと、うん、あの美術に関してのツイッター上の書き込みがすごくて、これはもうお二方に来ていただかなければということで今回企画させていただきました。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあよろしいですか、もうそろそろこうたっぷりとあのお話を聞きたいので、質問がワンサカ来てるんです。ワンサカ、どうしよう、どれ多分ね、番組史上最多数の質問数です。ありがとうございます。で、番組史上初の延長戦になると思いますけどね。ね、はい、はい。じゃあ、ちょっと一番私から言ってみようかなと思うんですが、どうしようかな。あ、はい。ですね、じゃあですね、これはデコポンさん、デコポンさんからいきたいと思いますけれども、はい、これは美術さんかな、あ、これは若沼さんかな、築年数いってる感じの建物ですが、外観からは想像できない意外なほど窓がたくさんあって、光がよくて細やかだけど暖かい暮らしが伺われる素敵な渚さんの部屋、部屋の間取りとかアパートの配置図が見たいです。それはまた違うんですよね。いきなり配置図を見せろと言ってきてます。ちょっとあのー、はい、これはこういうあのアパートっていうのは、まあ、ロケハンされてアパートを決めるわけじゃないですか、ね、これ森谷さん、皆さんで。そうですね、はい、でその中をもう全部こう若妻さんと装飾の方と一緒にやられていくっていうことですよね。そうですね、はい。これ実はあの新宿設定ですけど、アパートは横浜なんですよね。はい、で、その中を、新宿館も含めてですけど、渚の部屋の、ようにちゃんとこう装飾していくっていうことだったんですけど、はい、何かこう、こだわったところってあるんですか、松本さん。こだわったとこでいくと、はい、なんだろうな、まあ、まあ、その本もらって、最初に台本もらって、うん、で、その本のイメージが結構自分の中ではなんかこう出来上がっていたんですよね。うん、で、まあ、初めてその、ちょっとまあ話、ちょっと長くなってしまうんですけど、まあ、その内田監督と、まあ、今回初めてなんですけど、まあ、会う前に自分なりにも美術資料を用意して、うん、でそれでちょっと顔合わせでちょっとこういう世界を作ろうと思いますって言ったら、まあ、内田監督が、まあ、もう
顔合わせにもかかわらず、まあ、なんかすごいこう自分その資料に対してそう共有、共感を持ってくれたんですよ。うん、で、そこからまあ話がこうスムーズに進んでいって、うん、で、まあ、自分の中では、なんですかね、その、まあ、結構あのアジアとか、その香港映画とかっていうのが結構好きで、はい、で実はなんか参考にしてたのが、あの 恋する惑星かな。おウォン・カーワイ。はい。で、うん、あれとか、なんか、本読んだ、最初にもらって本読んだ印象が結構、そうですね、恋する惑星のなんか世界観が、実はあったんですよ。はい。で、あの、トニー・リオンさんの、あの、実際その部屋の中に実際に住んでたんですよね、実は。おぉ、なるほど。そうなんです。そうでしたね、そういえば。で、今回ちょっとこの渚の部屋は、なんかちょっと、はい、ちょっと仕掛けようかなと思って、はい、でそこでちょっとね、水槽を狙いで入れてみたんですね、あのデザイン画の中で。そしたら結構あの、内田さんもそうですけど、撮影の伊藤真紀さんも、はい、かなりこうあの、いいですねっていう感じでこう、どんどんこう進んでいって、はい。はい、なんか最初のね、打ち合わせの時に内田監督がこう今回は赤っていう色を、うん、あの各シーンに配置したいっていう狙いをおっしゃってましたけど、うん、うまくいってましたね。まあそのね、赤もあの結構うるさくならないように、はい、その芝居の邪魔にならないように、その自分たちの仕事ってその美術 その背景を作るにあたって結構あの邪魔にならないように、まあ、結構なんか計算して配置はしております、ね。で、まあ、その、部屋と部屋をこう交じるそのレースのカーテンとかも、うん、まあ、一色だとつまらないから、微妙にちょっとそのデザインとか色味の違う赤みを入れたりとか、はい、ちょっとその辺は結構こだわって繊細、うん、あのアパートの外の廊下で、はい、いちかがこうちょっと持って、うん、少し踊るみたいな、あの通路のごちゃごちゃ感とか、ああいうのも良かったなって思うんですけど、アパート、小さなアパート。まあ、あれはそうですね、まあ、結構、内田監督の方から、結構その、ああいう雑多な感じというか、はい、ごちゃごちゃした感じっていうの、結構、はい、欲しいですねっていうところで、はい。はい、実はあの、いちかがこう、捕まってる手すりみたいなとこあるじゃないですか。あの廊下のね。実際はないんですよね。え？つけたんですもんね。ああ、実際はそこにはないってことですね。そうなんですよ。そうですよね、若妻さんね。そうですね。ああ。もうね、あれはね、つけましたね。もともとあそこには なかったんです。なんかあのね、土管っていうか、なんか管かな、管かなと思ったんですけどね。そうか、そうか。いろいろ細かくされてるわけですね。ありがとうございます。まだでもね、はい、たくさんね、あの、お部屋の中のことに関しては、まだまだあるので、また後ほど。調子が悪い。そうですね。なんかちょっと、はい、固まってしまった。大丈夫ですよ。多分、もうすぐ復活します。あ、復活しましたよ。はい、はい。じゃあ、続いて僕から。そうですね。お願いします。質問させてください。はい、お願いします。録音の伊藤さんへ。録音、はい。はい。これね、はい、一番多分みんな聞きたかった。はい。中まんまさん。中まんまさん。はい。はい。録音の伊藤さん。凛の病院のシーンを。あ、音楽なしでとおっしゃってぐっと来てしまいましたと。あ、渚一華凛みんな声を張らないシーンが多い作品でしたが、はい、録音の伊藤さん的にどんなご苦労がございましたかと。はい、まずね、あの音楽な、あそこは音楽かけるのやめようっておっしゃったじゃないですか。はい、あの凛が泣くシーンですね。はい、そうですね、芝居がいいから音楽に引っ張られなくても成立してるし、むしろない方がこう、ね、感情
入るっていうか入れるんじゃないかなっていうのはまあまず思いましたね。あの、はい、曲はもともと曲は当てていただいてたんですけど、はい、ちょっとなしでも見てみませんかって監督と話し合った上で、はい、あなくていいねっていう結論に至るっていうことですかね。当ててあったんですね。もう当ててあったし実際入れてその流れで見てみた、はい、そういう回何回も見るんですけど、あの音をつけた状態で、はい、でまあここタイミングずらしたりとか、まあ、ありなしで比較したりとかっていう作業の中で、あなくていいねっていう結論に至ったっていうね。はい、これね、あのね、ドラシネにね、あの上野凛香ちゃん来てくれた時に、はい、その話を聞いた時にふわってこうわってすごい嬉しそうな表情をしてましたけどね。ここからあの録音の伊藤さんがバズったんですよ。そうなんです。なんかあの一般の映画ファンからすると、はい、ああいうそのなんか感情を吐露してるシーンって音楽がついた方がこう、うん、入り込めるみたいな、うん、そういうちょっと思いもあるんでどうなのかなって、うん、思ってもいたんです。もう確信を持ってっていうわけではないんですけど、うん、まあ、監督や他の方の意見を聞くとやっぱり なくていいっていう結論に至ったっていうことですよね。いろいろ試行錯誤はしての結果ですけどね、はい、あ素晴らしいな。まあでもね、それによってね、なんか今コメントも来てますけど、あの、はい、リンが泣くシーンで同じような気持ちになって泣いたっていうコメントも今来てますね、生で今。本当にね、だから成功ですよ ね、それは成功しましたね。はいはいはい、また森谷さんがちょっと泣いてますけどね。大丈夫、いや何でしょうね。あのね、一花とか凛のねパートになるとちょっとやばいですよ僕、ね、やっぱもう親心が出ちゃうんですね。はい、はい、ね、多分もう現場の頃からそうですよね。もう本当ですか、有名なんですか。有名っていうわけじゃないですけど、まあ森谷さんの感情を見てるとそうなんだろうなっていうのはなんとなくこう伝わってくる感じでしたけど、そう、まあ、内田さんがあの僕の方を振り返って今森谷さんが泣いてるから OK みたいな。そうそうね、あったりするかもしれないですよね。あのバロメーターになってるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、じゃあ続いてちょっといこうかな。はい、私の方からもう一回いきますか。はい、お願いします。あ、それって同じ方かな。あ、チアアップさんという方からですね。チェアアップさん、金魚はこの作品にとって大きな意味を持つと思うのですが、まあ、さっきも金魚の話されてましたけど、はい、水槽には白と黒の金魚が1匹ずつ泳いでいたと思うんですが、この人すごい見てますよね。白鳥の湖の白と、まあ、黒鳥ですよね、オデットとオデールなんでしょうか。号泣してアイメイクや口紅が落ちたまま、これは、まああのね、感想だと思うんですけれども、さあどうなんでしょうか。これは白と黒の金魚が いました。ごめんなさい。私います、います、いますよ。これはオーダー、オーダーというか、内田監督から。あの、まあ、ね、狙いですって言いたいところですけど、実は、本当にたまたま、偶然ですよね。実、うん。降りてきました、それは。これは多分いろんな巡り合わせというか、多分ね。すごいじゃん、すごいな。思いますね、うん。そうだったんですね。なるほど。でも、すごくよく見てらっしゃいますね。なんかどうやら、あの、オイスワンを20回ぐらいしてる人がいるって聞きました。はい、ああ、ね、はい、この方もその一人かもしれませんね。ありがとうございます。じゃあ、でも偶然としてでも、やっぱりそれが味方になりましたよね。そうですね、本当に、まあね、ずっと長く やられているとそういうことってたまにありますか。やっぱり映画の神が降りてきたって私たちがよく言う。いやでも、今回ほどこうね、ないと思いますよ。いや本当にそう思いますね。なかなかないことだと思います、はい。映画の神が降りてきてますもんね。今回はそうですね、神が。ありがとうございます。じゃあ、森谷さん、続いてお願いします。アンズさんから。あるのよ、たくさん。はい、あのミッドナイトさんが大好きですと、うん、素晴らしい映画、本当にありがとうございますと、はい、撮影中、スタッフの皆さんも泣いてしまうことがあったそうですが、一番泣いたのはどのシーンですか。おー、
伊藤さん？伊藤さん、泣いてる場合じゃなかった感じですもんね、ずっとこう。僕は割とまあ自分で言うのもなんですけど、沈着冷静というか必死ですよね、うん、仕事に、自分のその仕事に対して。まあでも、まあ、ある意味ある程度感情をね、やっぱ持ってやらないとダメなんで。とはいえ、あの、実際僕はあの現場から離れた、ちょっと離れたところにいて、うん、あのモニターを見ながら作業してるんですよ、はい、だからそのある意味現場のその空気感を直接感じるっていうことはあんまりないんですね、正直、うん、ただまあモニターからでも伝わってくるその演技の迫力っていうんですか、その感じはまあひしひしと感じてるっていうのはまあありますけど、泣けるっていうのはその仕上げ作業ではね、一人でやってて、うん、とあれって思うとき、あ、そんなことあったんですか。あります、あります。あの他の作品でもあるし、あの何回見てても感情が高ぶる、自分で作業してるのに感情が高ぶったりすることは、うん、まあありますね、たまに。あ、なんか今回、ちなみに今回はそういうシーンはどの辺だったんですか。具体的に言っていいですか、はい、はい、なんだっけ、バイトがバレて、うん、バレスタジオ の, ロビーで話した後に、はい、いつかがバーって外に行くじゃないですか。やるとこ腕を噛んでしまって、そう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 、あそこはやっぱり渚が抱きしめて、はいはいはい、あそこ好き。いや、あれ実際その撮影の時に雨降ってたじゃないですか、はい、で、まあ、撮影するにおいては、まあ、雨降ってるとすごくやりづらいんですけど、うん、結果的にこう全部つながった中で見ると、あの雨ってすごくそのなんていうのかな、感情に寄り添ってる雨になってるから、すごいなって思いますね。はいはい、っていう感じですかね。はい、あの若妻さんはなんかここだっていう泣いたシーン。ああ、そうですね、あのやはり、まあ、後半のラストですよね。あのまずあの撮影にで、まあ、立ち会って感じたのは、あの浜辺というか、まあ、海ですよね、海のところとか、うん、もうあそこもね、一日で撮影しましてね、結構もう、後半が触れかかってて、結構もう、バタバタでしたよね。うん、そうそうそう、あそこは結構、なんですかね、あの、まあ、流木を受けるっていうのもあって、はい、そういう、まあ、設定だったので、はい、そう、まあ、あれはまあ美術の方であの用意して、あの流木ね、はい、若妻さんの方でご用意いただいたんですよね。そうだったんです ね, これね、質問にもありましたね、そういう流木のことを聞いてる方、うん、はい。結構大きいですよね、あれ。うん。まあでも、あそこの海辺のシーンはね、実はもう多分ほとんどのスタッフがぐっときながら撮影をしてたと思いますよ。うん。あとですね、お二人にそれぞれの立場から見た草なぎ剛さんの印象を教えてくださいという質問来ておりますよ。ね、聞きたい。伊藤さん。あ、僕ですか、いいですか。うん、僕、この撮影に参加するって決まった時には、はい、もうキャスティングで草薙さんが主演っていうのは決まった後だったんですね。で、はい、まあそれをもう知った上で脚本を最初に読んでるんですけど、はい、もう結果的になんかもう他の人は想像できないっていうか、あ、もうこれはもう草薙さんですか、ありえないキャスティングっていうか、はい、もうそれはもう最初からそうやってもうハマってるっていう感じはもう撮影前から思ってましたし、うん、まあ、撮影しててもやっぱりだというか、まあ、何の違和感も、うん、いう感じですかね、はい、と思います。若妻さんは、はい、草薙さんの印象は。いやでも本当に伊藤さんがねおっしゃってる通り、もう同じですので、うん、もう最初に台本もらう時から、まあ、草薙さんがやるっていう聞いて、うん、で、いや本当にもう草薙さんしかもう
ね、日本の中で、うん、多分いないんじゃないかなっていう。で、はい、草薙さんをイメージしながら、うん、草薙さんが演じる渚っていうのをイメージしながら、なんかこの世界観を考えられ、考えやすかったというか、はい、うん、かなりやっぱ助けられたところもありますね、その技術のプランを、ね、うん、考えるので。あ、そうですか。やっぱりその演じられる方のイメージっていうのがこの美術プランにもやっぱ反映されるっていうことですよね。そうですね、はい、かなり良かったです。なるほど。やっぱりね、ゴリアさんもね、一番最初にお名前をね出されて、はい、あの下北沢のファミレスで内田さんと打ち合わせ初めてした時に、はい、あの草薙さんが浮かんでしまったんですね、僕は、うんうん、その時それでね、やっと、あ、草薙さんに台本読んでいただいた後に本当にやりたいですっておっしゃっていただいてから奇跡が起きてるなっていう感じがしてますね、うん、そういった意味では大成功ということでございますけどね、はい、じゃあちょっとですね、監督への質問なんかも来てますので、これマッカーさんが、はいはい、内田監督は草薙さんと演技について話し合われたとき、意見が食い違うことがありましたか？あ、で、この海辺のシーンの流木がとても味わいがあってよかったですという、この方、若沼さんにね、はいはい。にはどんな苦労があったでしょうか？ま、あの、先ほどちょっとね、お話しされたんですが、まず内田さんの回答をお願いします。回答、内田監督に代わって私は回答いたします。意見が食い違ったかどうか。はい、そんなことはありませんでしたと、はいはい、でそもそも2人とも意見をぶつかり合いながら創作をするタイプではないかと思いますと、はい、で力を合わせて良いものを探っていく、そんなタイプかと思います、多分、はい、点々点という感じで回答いただいております。なるほど。で、千歳さんもなんか回答されてますね、これ違います。千歳先生もね、この質問に対して、はい、はい、草薙さんとのなんかダンスレッスンについて千歳先生から回答いただいてますけど、はい、松岡さん読み上げてもらってもいいですか。ね、あのダンスレッスンが驚きでした。今まで何千人も教えてきましたが、人生であんなノンストップで先生もう一回という言葉を連投されたことはありません、大変とかしんどいとか辛いとか感想や気持ちを感じるスイッチを切っているというか、そういうボタンにすでに持っていないような気がしましたということですね。長年トップスターとして走り続けていらっしゃって、常にとても多様な多くのことに、同時に取り組んでいらっしゃって、限られた時間の中で頭ではなくて、で、とにかくこう体で覚えるというですね、体に刻み込む、うん、まず体でやって感じることを頭に心に感情に入れる、そういって、そうやって常にトップを走り続けていらっしゃったのかと、丁寧な。いやー、これね、やっぱり冒頭で4人の白鳥を踊るシーンがね、はいはい、あって、もうあれは合わせなきゃいけないですから、皆さんなんかすごい練習したんだと思うんですよね。そうですよね、うん、なかなかこう全員揃って練習することができなかった、確か吉村海斗さんが言ってましたね、はい、吉村君も、はい、吉村君一番なんか苦手意識持ってたみたいで、ダンス、はい、あれだったんですけど、ね、はい、で流木がとても味わいがあって素晴らしかったって、これはスタッフさんがね、どこかで拾ってきたわけじゃないですいや、造園造園さんからお借りしてきてだからやっぱちょっと素敵な流木なんですよなんか流木ってなんか拾ってくるっていうイメージがすごくいかんかついてますね、私。なんかね、草薙さんの印象つながりでね、ちょっと今監督のへの質問も、はい、千歳さんへの回答も含めてね、はい、今ちょっとお聞きしたり発表したりしましたけど、はいはい、森谷さん、なんかありますか。ちょっと伊藤さん、音のことで、はい、はい、こうハニージンジャーソテーのシーンなんですけど、はいはい、ちょっと待ってくださいね、今僕の持ってる質問票の中に
ちょっとすぐ出てこないんで申し訳ないんですけど、あのお名前がちょっとあれなんですが、要はあのシーンで、あのシーンで本当に一緒に食べてる、一緒に食べてるんじゃないかぐらいの臨場感が、はい、なんかあそこでこうこだわった音の作り方みたいなのはあったんですかという質問がありましたね。はい、来てましたけれども、まあこだわったっていう、まあ結果的にそうなってるんですけどまああのなるべくこの現場で撮った音は生かす、はい、あのもちろんあのフォーリーっていう作業があるんですけど、仕上げ期間中にフォーリーをちょっと解説してもらっていいですか。それぞれ役者さん の, えあの足音とか絹ずれとか、うん、その出来上がった映像に対してあの全部そのもう一回音を全部つけるんですよ。まあもともとなぜかっていう、現場で撮ったもの以外につけるってことですか。以外にあのスタジオ、そのフォーリースタジオっていうのがあって、地面がコンクリートだったり砂地だったり草だったりとかっていう地面があって、はい、あとまあドアとか建具とかね、畳とかそういういろんなのがもう最初からセットされてるスタジオがあって、はい、でそこに画面を映しながら、あの全部再現して音を作るんですよ。ほう、あの、はい、はい、あの映画の話していいですか。あの、はい、ちょうどミッドナイトスワン公開のちょっと前ぐらいからですかね、はい、あの日本で公開されてた、ようこそ映画音響の世界へっていうハリウッドの音響のドキュメンタリー映画があるんですけど、まあ、あれ見た人はあのにはまあ理解していただけると思うんですけど、全部それ音作るんですね、うん、っていうのは例えばあの映画が海外に売れて吹き替え版を作らなければいけないってなった時に、日本語のセリフ全部抜かなきゃいけないんじゃないですか。はいはい、時にセリフを抜いても音が全部成立するように作っておくんですね。はい、まあ、日本映画であんまりそういうのないかもしれないですけど、アメリカ映画はもう最初から世界に向け、世界がターゲットとして作ってるんで、はい、どの言語に吹き替えても成立するような作りはもともとされてるんですけど、まあ、日本映画も最近はもうそれをやるっていうのがまあ当たり前になってきてるんですけど、はい、そういう作業をしてる中で、もちろんあの食べるシーンも撮ってるんですよ。茶碗とか実際ご飯とか用意してむしゃむしゃって、でただそれセリフが被っていなければその現場の実際の音を使った方がいいわけじゃないですか、臨場感としても、うん、でそういう創出者選択しながら、あのシーンは多分実際のそのご本人の食べてる音を使ってると思うんですけど、へ、あとまあ結局その、まあ、セリフ撮るときもそうなんですけど、うん、その絵のサイズによってマイクがどれだけ近づく続けて撮れるかっていう、はい、そのアシスタントのブーム振ってる人たちが日々頑張って音を撮ってるんで、なるべくそういう音は生かしたいっていうのはありますね、はい、っていう感じですかね。もう、はい、一緒にご飯食べてるぐらいの感じになったっていうね感想がそうすごい入り込んでくださっててね、あれ嬉しいですけれど、すごいですね、なんですよね、はい、やり取りとかがね、だからそう思ったのかもしれない、一緒にそこに座ってるんじゃないかっていう感じですね。あまあそれはだからそのアングルだったりレンズの使い方だったり、その、まあ、もちろんその演技もあるんでしょうけど、そのなんかその視点がこう一歩グッと入り込んでる感じがするっていうのは確かにそうですよね。多分それはもう絵の効果だと思うんですけど、はい、いやーすごいな、みんなね、いろいろ本当にたくさんいただいてて、ね、はい、ございます。じゃあ松岡さんもう一個いきますか。そうですね、これはね、ちょっとこれちょっとなんかね聞きたいな、私が聞きたいという、そう松岡さんも聞きたかったやつ、ね、あと渚の名前の由来っていうのはこれ渚さんは答えてませんね、これ知ってます、聞いてないですか。僕は聞いてない、聞いてないけど、香取さんのなぎまちつながりとか草薙さんのなぎの入れ替えいろいろ推測が、あの そういうね、そういうちょっと言葉の遊びがそう、まあ、でもこういうのは面白いですよね。いやだから皆さんでもね、確かなんですけど最初の、はい、なぎさの字は三髄のなぎさだった気がしてます。僕一番最初に読んだ台本は。あ、渚って海とかの渚の方ですね。はい、山水の。はい、で、
うんうん、なんですけど、うん、なんかの項から第3項ぐらいからあのなぎの字が入ってきて、はい、あとこういう会話したことあります。ああいうこうショーパブ、はい、で、よくかかる曲って森谷さんなんだか知ってますみたいな。はっていうのを内田さんに聞かれて、え、なんですかって、渚のバルコニーなんですよ。あ、聖子ちゃん、はい、聖子ちゃんが好きな人はね、ああいう、ね、あの皆さん、うん、多いんですよっていうふうに、教えてもらったのを今思い出しました。でもそれが渚の名前の由来かどうかは僕は分からないです。機会があったら聞きたいですよね、はい、いや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 、そうでしたか、なるほど。あのショーパブの美術も、あ、若妻さん、ショーパブのですね、あそこのショーパブって、はい、楽屋裏と、うん、あとは4人がいるそのステージの、うん、はい、2か所なんですけど、まあまあ、説明しちゃうと、まあ、同じその系列店で、はい、で、一つはね、越谷の方だったかな、楽屋の方は、うん、で、ステージの方が大宮でしたかね。はい、はあ、そうなんですよ。同じ場所じゃないんで、一箇所じゃ、一箇所に分けて、撮影してるんですよね。映画マジック。でもなんかあのステージもあんなにこう、赤かったりキラキラしてたりはしてないんですよね。ないんですよ。もともとね、あそこ黒い布がついているステージですよね。はい。で、いろいろとあの内田さんとかね、あの、撮影のマイキさんとか、みんな、皆さんにいろんな意見とか、はい、まあ、最初に自分があの集めたビジュアル資料とかをもとに、まあ、ああいう世界観を、まあ、作ったんですけど、だからその赤いカーテンだったりとか、両サイドとか、まあ、あの緑色のね、あのシックな、うん、あのカーテンとか、あとは電飾とかもね、全部もうあの美術の方で仕込んで、うん、女優ライトだね。そうですね。いや、でもなんかすごい、やっぱ映像でやってみるとね、すごいなんか素敵な空間っていうかね。いや、本当にまさしくね、本当にあの、ウォン・カーワイの映画みたいな。そうそう。ねえ。ねえ。じゃあ実際には、ねえ、そっか。あの楽屋と外は違うんですね。いやー、すごいな。そういうこと。違う場所です。ね。あの、うん、そういう意味で言うと、冒頭メイクルームで始まるじゃないですか。ええー、そうです、そうです。で、もともとあれはすごく静かなシーンだったんですよね。はい。そうですね。うん、今、あの、実際完成版では、あの、別のチームが踊ってる曲が、こう、はい、流れそうです、はい。聞こえてきてるじゃないですか。はい。だから、その、メイクルームと、その、ステージの距離感を、こう、音で表現してるっていうか、それ漏れてるんだよっていうことで、その、ある意味一つのその建物の中にこうあるよっていう表現もしてるんですよね。いや、すごい。いや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 、どうでしたか。そういうことはよく使うんですか。よくあります。例えば、あの、なんだっけ、バレエコンクールの時に、はい、あのいつかがトイレに行くじゃないですか。はい。はい、で、実際トイレには、まあ、その会場の音って、まあ、聞こえないはずですよね。そうですね。ただ、まあ、あの、そういう、ホールによっては、なんかスピーカーで実際に演目の音が流れてたりするとこも、まあ、なくはないんですけど、うん、まあ、実際の撮影した場所はそういうの一切聞こえない。ちょっと距離も離れてるし、ただ、まあ、時間軸を同じにするために、ちょっとこう漏れて聞こえてるっていうのを、トイレにもちょっと流し音がこうオフっぽく聞こえてるっていうのはあるんですよね。同じこう空間というか同じ時間軸にいるっていう表現ですけど、うん、はい、あのそれで言うと、あのこういう質問もらってるんですけど、はいはい、あのイチカとリンがこう舞台と屋上でカットバックで踊るシーン、はいはい、のマッカさんって方からいただいてるんですが、はい、あそこのですね、舞台と屋上 の音楽をご苦労されたというふうに伺いましたが、うん、具体的にどんなふうに工夫をなされてるんでしょうかと。
いいですか、長くなるかもしれないですけど。長くなるかもしれないですけど、もう全然。もう延長入りましたけど、いいですか。はい、もう延長入りましたよ。あ、今入りました、はい、あっという間に延長でございます。はい、まあ、あれはもともと脚本にそういう意図で、まあ、書かれてたんで、はい、まあ、当然そういう作業しなきゃいけないことはもう最初から分かっていたんですけど、まず編集のことをちょっと僕がいろいろとちょっとアイデアを出して、うん、本当に一コマ二コマぐらいなんですけど、こうカット変わるタイミングとかをこうちょっとずらしてもらったりしたんですよね。あと、まあ、最後の、うん、最後のカットのタイミングとかも、音楽のこう盛り上がりと踊りのタイミングとか、あと松尾先生にも聞いて、これ実際に違和感が踊りと音楽が合ってるのか合ってないのかとか、そのタイミング的にどうだっていう話はいろいろとやり取りして何回かこうやって、まあ、最後の形に至るんですけど、あと、まあ、これはですね、まあ、見ていただければ分かるんですけど、最初はイヤホンつけるじゃないですか、りんちゃんが。で、イヤホンの音で始まるんですけど、で、その後すぐこうホールの音になりますよね。で、まあ、リアルで言えばずっとイヤホンの音なんですよ、りんちゃんは。リアルで言えばですよ、ね、まあ、まあそうですよね。そうです、で、ホールはホールの音で、交互にそうなるわけじゃないですか。ただ、その最初はその客観的なそのイヤホンの音とホールの音で始まるんですけど、はい、その感情が高ぶっていくというか、まあ、そのだんだんこう内面に入り込んでいくっていう表現のために、うん、こうどんどん実音にこう変わっていってるわけですよ、徐々に。で、まあ、一番そのキーポイントは、はい、お父さんがその自分の娘のことをこうなんか愛情のない自慢っていうんですかね、うん、なんかしてるじゃないですか、ずっとなんか、はいはい、ずっと、はい、だってうちぐ垂れてますよね、はい、それをこう書き消すっていう感じにしたかったんですよ。だから最後こう新郎新婦が出てきてわーって盛り上がっているのに、現場の音はどんどんちっちゃくなってって、うん、音楽だけの世界になっていくっていう、うん、そういう、まあ、その音響デザインっていうことですかね。だから最初はイヤホンの音だからこう、うん、ちっちゃく真ん中でちょろってなってるんですけど、最後はもう 5.1 チャンネルが広がってるっていう、そういう表現で、そこでパッと変わる、それで最後にピークを持っていくっていう、そういうデザインになってる。なるほどですね、はい、まあ千歳先生もですね、このシーンについてちょっと回答いただいてるんですけど、はい、例の屋上とのカットバックの、はい、でやっぱり千歳先生が一番心に残ってるシーン、撮影に立ち会えたシーン全部なんですけれども、あえて一つだとやはり屋上のシーンだと、はい、で、まあ、あの日の上野凛香ちゃんはそれまでの練習のすべてを出し切れた、はい、ように本当にとっても輝いていて美しかったと、なんでキラキラしていたのが焼き付いていますというふうにちょっと回答いただいてますけれども、ね、はい、はい、そういうことか、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ですね、あとは和美さんという方から、これちょっと監督と、そうですね、あと岡澤さんと、あと鈴木さんかな、まず今更ながらなんですが、数ある地方都市の中から渚といつかの今日を広島に選ばれた理由を知りたいです。映画の中での広島弁がかなり、印象に残るので、そのあたりかなと勝手に推測していますということですか。まあ、広島にしたから広島弁になってるっていうことだとは思うんですけど、これ内田さんとしては何の回答でしたっけ。内田監督からの回答は、さまざまな都市の候補が上がった中から広島にしたと、はいはい、で、地理的なものとやはり広島弁が好きだから、監督ご自身がっていうのも正直ありますと、はい、で、内田監督は方言は広島弁か博多弁が大好きですとおっしゃってます。なんで広島弁はない薬剤が好きなんですかね。なんでしょうね。そうでしたか。まあ、やっぱり仁義なき戦いとか、ね、もうめちゃくちゃ見てるはずなんで、内田監督は、ね、はい、
この広島の沙織、まあ、いちかの本当のお母さんの実家実家ですよね、あれ。実家じゃないか。あの辺のお家は、もちろん、若妻さんが手がけられてます。そうですね。まあ、アパートのかな、実家、まあまあ、アパートですね。アパートに、こう、ポラロイドみたいなのが貼ってあるの、すっごい見てる人がいるんですよ、若妻さん。あのそれでね、今すぐ探せないんだけど、いらっしゃいましたね、質問で。いらっしゃる方がすごいいるっていうのを、聞いてたんですよ。あれね。誰が映ってるんですか。いや、だから、いや俺もなんか、当然、ね、現場にいていると、飾りとかも、当然飾りとか立ち会ってたんですけど、はい、いやちょっとやっぱ記憶がね、やっぱもう1年以上前ですから。で、はい、でその、装飾の、まあ、その助手の方とね、ちょっと、まあ、話す機会があって聞いてみたんですけど、うん、実際あの冷蔵庫とか、に貼ってた、チェキですね。チェキ、はい。チェキだ。ハンナさんっていう方からの質問だ。うん。は、水川さん本人も、ね。実際に撮ったんですね。おぉ。であのプリクラとかあっちのちっちゃい方は、はい、まあ多分あの演出部さんの方かな、ちょっとあの使ってもいいものっていうか、全然はい。ということなんですね。ハンナさんはオイスワンをするために目を凝らすんですって、風呂場の前の壁に貼ってある写真、これいつもこうやって何回も見るそうです。これは装飾の方のお仕事になるんですね。そうですね。はい。用意して、実際その飾るっていう行為は装飾の方ですね。なるほど。で、このシーンに関して、この質問に関して、千歳さんからも、はい、回答がありますね。どうして広島にしたのかってことですよね。そうです、そうです。監督と演出部、制作部と私とで話しているときに、はい、美香先生が教えに行ける範囲で、どこだと良いかとなり、確かそれまでは山梨とかどこかもう少し東京の近くだったんですが、私が長年仙台に通っていた経験から通える距離や言葉の雰囲気などで広島はどうですかと提案したのがなんと千歳さんだったんですね。それで脚本で広島になってました。そういうことか。おー、これは僕も知らなかったですよ。千歳先生の案でしたね。ただ内田さんも広島弁が好き。この、まあ、方言っていうのは、ね、録音の伊藤さんもいろんな作品を手掛けてらっしゃるんですけど、方言をどうですか、はい、こう、あ、そうか、伊藤さん自体は愛知県出身だから、そういう 方言のチェックとか別にまた違いますもんね、指導の。方言のチェックはしないんですけど、ね、その現場でそれがストレスにならないようなことは、まあ、とりあえずそのセリフとかはその方言指導の方が現場にいらっしゃるんで、その人にこうイヤモニで、はい、常にもうテストの時から聞いてもらって、はい、合ってるかどうかっていうこともやりますし、あとこの例えばほら絵の本番が良くてちょっとイントネーションがちょっと残念だったっていう時あるじゃないですか。そうすると、はい、前のテイクが OK だったんで、それ声だけそう後ではめ替えますよとか。そうなんですよ。これちょっとなんか ネタバレっていうか、まあ裏話なんですけど、はい、だいたい俳優さんはそう気がつかないですよね、さ完成版見た時に、はい、だから僕らが見てる、ね、映画も本番のテイクじゃない可能性があるってことですよ。あります。それその監督とかその方言指導の方の指示でやるときもあるし、はい、自分の判断でこっそり変えちゃってるときもありますよね。結果が良ければ、ね、まあ、はい、よしっていう。意外と監督は気づかなかったみたいな。ダビングで気づいてないみたいな。気づいてない。まあ、それ方言だけじゃなくて、いろいろ、やっぱり音的にちょっとなんかの変な音とかぶっちゃったりとかって、うん、まあ、たまにあるんですけど、そういうのはまあ、そのニュアンスとか同じ、テイクとか、うん、同じ別のテイクで同じに芝居、まあ、続けて何回もやってると大体もうお芝居ってこう、ね、うん、そんなに変わらないじゃないですか。そうっていうこともまあ
内緒ですけど、やっちゃってますね。すいません。はい、でもね、本当にさっきね、伊藤さんがお好きだって言った、雨の、はいはい、市川を抱きしめるところで、あれ、広島弁に草薙さんなるじゃないですか。なるなる。うん、で、やっぱあそこは本当にこう感情と方言をやらなければっていう、なんかね、うん、こう2つ の、 お芝居というか、命題があった上でやってらっしゃるシーンなんで、確かにあそこもすごく、方言と感情みたいな部分ではすごく印象に残っているシーンになってますよね。うん、ご苦労もされたみたいですけど、うん、ね、うん、はい、ね、はい。あとその方言で言うと、すみません、方言のことで言うと、水川さんはもうずっとその広島にいる設定じゃないですか。はい。はい。だから一番そのもう方言しか出てこない人の設定なんですけど、はい、その方言指導の方が水川さんもすごく勉強されてて、何にもこう教えることはないです。はい、アドリブになってもなんかこう対応してくるみたいなことを言われてました。はい、さすがだなと思いました。はい、いや最初にね、アパートで電話を取るとき、僕草薙さんはね、広島弁になりますけどね、ああいう、うん、覚えるの大変ですよね。全然生まれた土地でもないところの言葉を覚えるっていう、なんか俳優さんすごいなっていつも思います。いや、もう本当にいつもそう思います。本当にもう方言のあるシーンとか、もう台本に書いたとき、これ相当な無茶ぶりじゃないかって反省したりしますけどね。難しい方言の場合は。本当そうですよ。もうびっくりしちゃいますよね。うん、いや、はい。じゃあ、森谷さん、ありますか？まだ、まだまだ。時間あるじゃないや。もう延長してるんでしたね。失礼しました。すいませんね、本当に。だらだらとやってるように感じてしまうかもしれませんけど、結構な質問が来てるんで。うん、内田監督に質問が結構革新的な、はい、何でしょう。本当に素晴らしい作品を世に出していただきは本当にありがとうございます。質問です、はい、作品を見た後に小説を読み、ラストの解釈に迷いましたと。よかった。そこに込められた意味を教えください。ちょっと違うんです。でもこれ最初の台本は小説と同じところで実は終わってましたね。海で終わってます。ああ、そうか、そうですね、はい、海で終わってるんですけれども、内田監督からの回答です、うん、僕も驚くほどに映画小説とさまざまな解釈が出てきており嬉しい限りですと、うん、解釈は見てくれたそれぞれの方が個々に持ってくれるのが監督としての最大の幸せですと、うん、なので質問をいただきました。仲間さんが感じてくれたことが解釈ということでいいと思います。なるほど。逆にどう感じたか教えてくださいなどとおっしゃってます。はい。そうか、そこで終わってた、ね、いろいろ台本、ね、台本ね、我が妻さんも伊藤さんも読まれてたと思いますけど、はい、ね、はい、台本には海から白鳥が飛んでいくって書いてありますんでしたっけ。そう、うん、そうです。そうですね、最初ね。どうするんだと思いましたね。ねえ、どうするんだと思いましたね。でもなんかもう、そのプランはあっという間になくなっていて、撮影手前で。で、いちかを海に入れると。撮影の2日前に監督がおっしゃってですね、はい、でもうスタッフとかプロデュース部は慌てて、はい、ね、いろんなお風呂の手配とか、うん、ドライスーツの手配とかして、うん、でライフセーバーの方とかも手配して、うん、海に入っていく位置かっていうのを撮ったんですけど、まあ、ある意味それが、はい、海と白鳥みたいなことに、はい、なったんでしょうかね。うん、どうですか、我妻さん。どうですか、我妻さん。いや、本当にその通りっていうのと、あとはちょっと今話聞いて思い出したのが、ね、撮影部、マキさん含めてね、皆さん、はい、みんな入って海に入ってんですよ。波がザップンザップンの。我々とかはもう遠くから見守るしかないなってので。もう大変でしたね、見てるとね。ちょうど11月の下旬の海ですからね。うん、
寒いよ。じゃあ急に決まったってことなんですね。そうか。あの海辺のシーンではね、実は伊藤さんが、はい、あのあれオデットをかけて、うん、そうです。あの、ね、あの踊りは、実は現場で、あの現場で、あのなんだっけ、スイートピーのステージもそうですよね。あれ、はい、オデットの踊りですよね、はい。あそこはやっぱり踊るその基準になるリズムが必要なんで、現場ではオデットで踊ってるんですね。はい。で実際の映画ではそれに合わせて渋谷さんがピアノを弾かれてる。そう、それがすごくハマった。素晴らしかったですね。してるので、そこが素晴らしいですよね。本当に素晴らしかったなと思います。なんか映画音楽の真骨頂というか、ね、もともとはオデットで踊った踊りなんですけども、はい、すごくマッチしてるっていうのが素晴らしいと思いますね。はい。はい。はい。ね。あとは、どうですか？まだ時間大丈夫なの？もうなんか、どんどん出てきちゃうけど。ねえ、どう？最多質問数ですからね。聞きたいこと、どうですか？ま、マップレーローローロさんかな、これ。マップレーローローさん。ごめんなさい。どうやって読むんだろう。なんか本当にね、あの、私、ラジオやってるんですけど、ラジオネームとかもね、面白いのがいっぱい、なんかちょっとラジオっぽくていいですね、今日ね。ラジオっぽいです。はい、ラジオ、リンとイチカのそれぞれのバレエシーンのノーカット映像は存在しますか？いいね、これファンっぽいっていいですよ。イチカのオデットをノーカットで撮られているならプラスアルファでお金を出してもいいので特典映像を作ってください、プロデューサー。おお、プロデューサーに。まあそれですけど、まあ存在はしていますけどね、それぞれいろんなテイクでこうね、ベストなところをこう、はい、ね、こう、つないでいってはいますから、完全ノーカット、ワンカットで全てみたいなのは、存在してない。そう。かな？じゃあ、ちょっとずつ出した貴重映像をね、ぜひ。そうですね。まあ、これからね、まだいろいろ、まだ公開続いてますけどね、いろいろ。はい、DVD とかブルーレイみたいな時に何かそんな企画が実現するのかな？私もニューヨークのところっていう。私もニューヨークのところは見に行きました。ニューヨークのシーンね。ニューヨークのシーンに松岡さん来てくださってる。観客ニューヨークに。はい。実はいらっしゃってるんですよね。出番はまだかなと思ったけどね。全然映りません。当たり前ですけど。でこの、ことで千歳先生が凛のものは大丈夫ですがどうか一花のノーカット映像は何があってもどこにも出さないようにって。いや、まあそれはベストテイクを言ってるからですよ。それはもちろん、ね、すごい千歳先生の真面目な回答が可愛いなと思って。ベストテイクでああなっているので、まあちょっとあのあんまり答えてはいけないあれだったかもしれませんけど、はい、あのベストテイクがあの映画という形になっているということですね。あのバレエをやっている私のお友達からもですね、あのすごくそれは言ってたんです。見たいわって、全部見たいわっていうのは言ってたのと、あといつかがやっぱりあの最初は下手に踊るじゃないですか、うん、あんなに上手いのになんかそれがすごいって、その本間もの人が言ってました。本間もの方、はい、いろんなすごいですよ。とにかくすごいバレエシーン、やっぱりここまで日本映画でバレエにこだわった映画はなかったんじゃないかなっていうふうに、ね、はい、思ってますね、うん、今まあ、それも本当にね、千歳先生のご尽力だったりするなというふうに思いますけど、もちろん一花ちゃんの本当の能力の高さっていうところだとは思いますけどね、服部美咲ちゃんのね、うん、ね、もう今だに、ね、ご覧になってください。ちょっとロングランといえば、あの録音の伊藤さん、ね、ロングランは2回目、人生で 2回目の。その話します？16年前ぐらいですかね。はい、半年ぐらい上映してて、はい、あのまあ、それは大手映画会社の作品だったんで、まあ、報酬もそれなりだったんですけど。うん、あの韓国でもリメイクしたやつですよね。
それです。はい。あの監督さんがドラシネにも何回か来ていただいている監督さんの作品ですよね。結構意外と意外とおしゃべりな人ですよね。いや森山未来君。はい。はい、もうあれ以来のロングランという。そう、まあここまで長いのはそうそうないですよね。すごいすごい。これだけお仕事されてるのになかなかないっていう。で、あの一つ質問しいですか。若妻さんに。どうぞ松岡さん。どうぞ。まあ、お二人になんです。お二人なんですけど、映画をいろんなのご覧になってて、あの美術とかやっぱ目にいっちゃいますか。あと録音もそうなんですけど、若妻さんから、わこれこれすっすごいわこの美術、まあまあこれは真似できんわとか、あ、すみません名古屋弁です、なっちゃったりとか、あのこれ惜しいわとかあったり、そういう見方しますか。あ、まあやっぱね、あの職業病なんですよね。映画館行ったらどうしても背景とかね、やっぱり気になっちゃうっちゃ気になっちゃうんですよね。で、まあ本当はね、この純粋にその作品をね、こう楽しまないといけないですけど、それはもう絶対 見ちゃいます。あので、あ、これいいなっていうのは、ちょっとだけ真似するっていうのは変ですけど。いいなと思って、いや、真似するっていうか、なんかちょっと自分の中でこう蓄積していくというか、溜めていく作業っていうのがこうあるかもしれないです。どんどんあって引き出しをこう増やしていって、なんかあの、まあ、今回だったらミッドナイトスワンだったらみたいな感じでこういろんな引き出しを開けていったりとか、はい、いう意味では、はい、やっぱ参考にしてますね。あ、だから参考にするためにたくさん映画は見てる方、見ないといけない、まあ、そうですね。なんとか見たいにとかいうあの共通言語が監督たちとあったりするわけですよね、うん、うん、ありますよね。伊藤さんはどうですか。録音は、そう、まあ、音でのことで言うと、あんまりないですよね。あの、うん、この映画のあのシーンみたいなっていう、まあ、結局音の表現ってすごく言葉ではこう伝えにくいっていうんですかね、うん、実際こうだっていう示してそうじゃないっていう、そういう議論の仕方をするんで、なかなかその制作過程においてあの作品のああいうのっていうのは出にくいんですけど、僕は一般のお客さんとして映画を見に行くときは、はい、その例えばノーランの映画とか、うんうんうん、徹底的に研究してやろうっていう意気込みで行くんですけど、はい、行くんですけど、はい、物語に没頭してそれをどころじゃないですよね。だからそれがいい映画の基準、僕はそれがいい映画の基準なんですよ。ずっと音のことが気になってるっていうことは、物語に集中できてないってことじゃないですか。って僕は思ってて、だから自分 が担当する作品もそうあるべきだっていう、昔はね、そう音がいいって言われたいって思ってたんですけど、いやでもそうじゃなくて、作品に寄り添ってて、そういう音のこととか全く気にならない、作品として成立してるっていうことが、いい仕事ができた証なんじゃないかなっていう、風に変わってきてますね、最近は。はい、ちゃんと英語を楽しんでいらっしゃるということで。はい、はい。すいませんでした。ありがとうございました。森さんはどうですか？なんかありますか？あ、なんかもう、ね、な、うん？お、来てます？来てます、今日。ゆり子さん、草薙さんが一箇所だけアフレコしたシーンはどこ？お、答えられるんですか？ゆり子さんから。どうですか？伊藤さん、覚えてます？はい、いや、あのね、これやってますね、何箇所か。何箇所か。そうですね。何箇所ぐらいやってて。実は僕、あのこれ、アフレコ台本っていうの、今日。それがあるんですね。持ってますけどね。持ってます。知ら。あの、アフレコのその作業した時の正直な感想で言うと、はい、結局あれって撮影終わってからどうですか、半年後ぐらい、あ、そんなに経ってないか、そんなには経ってなかったかもしれないですね。ただまあ、半年後ぐらいかもしれないですね。コロナがちょっと出始めた頃だったと思ったんで、はい、半年ぐらい経ってるわけですよ、うん、その間って他の作品とか他のこととかいっぱいやられるわけじゃないですか、俳優さんって、う
そうするとその時の感情を思い出せなかったりするパターンも結構あるんですよ、うん、その撮影期間中はその人になりきってるんで、その声のトーンとか発声の仕方とかっていうのはまあすぐ出てくるんですけど、半年経ってやったのにもうその声は渚のまんまだったんで、そうなんですよね、ストレスがなかった、全然ストレスがないです、なかったです。あれやっぱすごいと思っちゃいましたよね。思いますね。思っちゃいました。はい、や、はい、はい、やりましょうって言って、いざブースに入ったらもう渚になって、はい、なってるんですね。そうなってるんですよ。素晴らしいなと思いました。日本語のアフレコって結構難しいんで、あの英語みたいにリズムとかこのなんていうのかな、発声とかが一定じゃないじゃないですか、うん、感情によってすごく変わるんで、はい、そこをコントロールっていうか、まあ、テクニックもあるし感情のこともあると思うんですけど、素晴らしいなと思いましたね。すごいですね。あの、まあ、アニメの声優さんならまだ分かりますよね、うん、ずっといろんな、ずっとドラえもんやってて半年ぐらいやって、うん、ドラえもんになれるとかさ、うん、そんなあると思うんですけど、でも渚ね、そんなに長い渚じゃないじゃないですか、渚として、うんうんうん、それがまたできるっていうのは才能、うん、なんだろう、なんですかね。あ、まあ、センスやっぱありますよね、うん、と思います。いや、もうだからアフレコした箇所は、実際セリフをやったのは、今この台本によりますとですね、はいはい、2箇所取っています。あ、そうなんですね。あ、そうですね、セリフは2箇所ですね、はい、はい、それ以外は息遣いをアフレコしています。息遣い、はい、息遣いのアフレコもするんですよね。します、はい、結構重要なところですね、はい、息遣い、どこかっていうのはちょっと言わないようにしておきます。やっぱり見るときに意識しちゃうといけないから。まあまあまあ、バレないですね。バレないっていうか分かんないですよね、はい、バレたらまずいですからね。バレたらっていうか、まあ分かんないですよね。あの、その演技もいいし音もちゃんとしてるんで。はい、じゃあもうたくさん、どうしましょう、森谷さん。そろそろお時間ですよね。1時間、そろそろ時間じゃないですかね。いや、まだあるじゃあるんですけど、どうしましょう。森さん、なんかありますか。最後に、じゃあ最後に、お二人にね、伺いたいんですけれども、はい、やっぱりこれ、この作品にこうなんか関わられて、もちろんご自身が一番好きなシーンっていうのをちょっと挙げていただきながら、なんかこの作品に関わったことでなんか感じたこととか、うん、思ったことみたいのをなんか最後ちょっとお聞きしたいなと僕は思ってるんですけど、はい、我妻さん、そうですね、今回そのミッドナイトスワンの中でやっぱその核となるそのやっぱ渚の部屋っていうそのプランを考えるにあたってもそうですし、まあ、そこで演じてるその草薙さん その生の本当に演技を目の前で見れたっていうのが、うん、やはりちょっと今回作品に関われてやはり今本当に貴重な経験をさせてもらえたなというか、うん、そこが一番大きいですね。はい、ここのシーンが好きっていうのはあるんですか、我妻さんの中では。ね、渚がこう自分の部屋でこう泣き崩れて、でその水槽の前でこう泣き崩れてるシーンあるじゃないですか。で、あそこがね、こうかなり寄った絵なんですけど、ちょうどなんか狙いのとね、その水槽とね、こういうふうに使われるっていうふうにちょっと思ってもなかったので、でこれ、僕の、そのね、演出にもよる、最後、シーンが変わるまでですね、その水槽の中のそのブクブクっていうのが、最後、余韻として残ってるんですよね。はいはいはい、そのワンシーンありますね。はい、
とか自分の中では映画館で大きいスクリーン見たときにすごいなんかこう よかったですね、あそこはなんか、ね、うん、さっきいろんな話されてるのがちょっと伝えたかったと思って言えてよかったですありがとうございます、はい、伊藤さんは、はい、先ほどねあの市川を抱きしめるところっていうふうに伺ってますけど、まあ、実際に、まあ、携わっていただいて、ミッドナイトスワンへの思いというか、何か、まず一番僕、一番嬉しいっていうか、やりがいを感じたのは、あの本格的なバレエ映画っていうところですね、うん、やっぱりそう音が相当関わってくるんで、その表現をどうしたらいいかっていうことが、すごく楽しめたっていうのがあります。その立場的なことを言うとですね。あと、その、やっぱり、その、内田さんってオリジナル脚本で、あの、毎回そうなんですけど、オリジナル脚本の映画として作るわけじゃないですか。で、まあ、今まで何本か関わってきたんですけど、あの、その中では、まあ、予算が割とある作品だったと思うんですけど、中規模、まあ、いわゆる中規模ですよね。で、その、そういう作品に、その、草薙さんっていう、割とメジャーな方が、割とというかもうすごいメジャーな方が、誰も日本人で知らない人はいないぐらいの人が主役でやるっていうことが、こう、なんかある意味、ちょっとこれからの日本映画を変えていくきっかけになればなって思ってて、これからもやっぱりそのオリジナル作品をに参加できるといいなっていう思ってますね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ということですよ、松岡さん。そうですね、いやもう今日はちょっと貴重、ね、ものすごい、もう本当にもっと聞きたいんだけど。そうなんですよ、もうこれ今日聞いたもう何倍もあるんですよ、質問は実は。うん、もう、でももう今あのドラシネ史上最長時間に今なってるぐらい延長してますので。はい、そうなんですよ。はい。貴重すぎて、もう何聞いていいかもうわちゃわちゃしてます私今はい、なんですが、もうやっぱりお時間となってしまいましたので、じゃあ、ま、一言ずつ、はい、まだロングラン続いてますから。そうですね、そうですね、ミッドナイトスワンを、はい、これからもまだご覧になる方に一言ずつ、スタッフさんから初めてですよそんなの。あのお二人からいただければと。あの監督たちがよくやってるやつですか？よくやってるやつです。はい、これもやっぱりやっていただきましょう。はい。よ、あれね、監督だって苦手な人が多いんですよ。まあね、でもまあやっぱりこうぜひあのまあここに注目とか、はい、そういうポイントも含めてなんですけど、あのご覧に。なった方、これからなる方にも一言ずついただければと思います。はい、お願いします。山さんからお願いします。はい、ですね。まあ自分もあのまあオイスワンということで、まあ4回も5回ぐらい見ているんですよ。で、今まで自分が関わった映画でここまで映画館でまあ大きいスクリーンでそんなに回を重ねて見るってことは今回が初めてなんですね。で、もういろんな方にも、まあ、本当に宣伝してましたが、まだまだロングラン、まあ、で、もうですね、あのアジアの台湾ですか、あとは香港とかも今、上映がされてるっていうのを伺ってますので、もっともっとあの日本にとどまらずですね、世界に羽ばたいていってもらいたいなと思っております。はい、ありがとうございます。伊藤さん。俳優感。あ、もう、はい、伊藤さん、伊藤さんお願いします。録音の伊藤さんお願いします。はい、録音の伊藤です。はい。あの、僕もあの東シネマズのあの売あの売り場に行って、あのムビチケを10枚自分で買いました。で、まああの見てほしい人に配ったりとか、自分ではね、3回映画館に見ます。まあ、当然あの仕上げ期間中にもう100回以上は見てると思うんですけど
もう何百回って見てると思うんですけど、やっぱり映画館であのお客さんと一緒に見る感じっていうのがすごく好きで、うん、あの言ってるんですけど、やっぱりその映画館で見るものとして作られているので、ぜひ映画館で映画体験として見ていただきたいなと思います。あのいずれ配信とかね、ブルーレイとか出ると思うんですけど、まあ、それはそれでまたあの楽しみとしてはあると思うんですが、はい、あの映画館でやってるうちにあのぜひ映画館で見てほしいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。本当に時間半にわたり、まあ、あの最初、ね、10分をこちら話しましたけれども、なんか一番最長ですよね。最長で本当に あのありがとうございました。また機会がございましたらぜひともお出になっていただけますよう、どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。技術の我が妻ひろゆきさんと、そして録音の伊藤、ごめんなさい、もう録音の伊藤さん、録音の伊藤さん、はい、録音の伊藤ひろのさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。行きます。さよなら。もうさよなら。ありがとうございました。録音の美術の我が妻さん、すごい。いやーちょっともう全然追いつかない、質問数が多すぎて。そうなんです、追いつかないし、私たちもちょっとね、なんかこうこれもいい、これもいいって迷っちゃいながらやってましたね、うん、申し訳ない。もう本当にたくさんいただいてて、あの、はい、なさいね、すごくいただいてる。本当になんか朝顔さんという方もいただいて、チアアップさんとか、皆さん名前言いたいぐらい、イカイカさん、ジュンジュンさん、エコエコアザラシさん、ね、もう、ハチさん、ありがとう。もう、なんかスタッフトーク第2弾に来たいっていうコメントが来てるらしいですけど、本当ですかね。いやありがたいですね。どうするべ？いやそうですね、じゃあ、まね、どうだ、ロングランで、まあ、あの名古屋でも、あ、名古屋とか他の、ね、地方でもいろいろ決まってるわけじゃないですか、はい、3月まで行ったらやりましょうね。そうですね、3月、まあ、そこまで行ったらもうすごいことなんで、うん、3月まで行ったらもうこう9人ぐらいお呼びしてきてください。もういろんな人全員もうちょっと、はい、もう今からスケジュール抑えなきゃいけませんね。いろんな方のね、はい、そうですね。はい、はい、まあということでね、本当に今年いろいろとありがとうございました。もう私もゲスト慣れしてなくて、はい、まあ、本当にすいませんでした。わちゃわちゃしちゃいましたけど、いやいやいや、もうわちゃわちゃして楽しくてよかったですよね。ね、はい、じゃあまあ結局あの冒頭では洋画を紹介して、はい、ね、しましたけれども、うん、これはどうでしたか。まあもちろんあの来ていただいたドラシネに来ていただいた方はもちろん入ってるんですよ、私たちもね、あの、はい、お話が聞きたいからお越しいただいてるわけで、もちろんでございます、うん、でそれ以外にもまあ見ましたよね、見ていただいて、はい、見ました。でそんな中で、良かったなっていうのは、はい、まあもちろん自分の作品ですから、ミッドナイトスワンっていうのはちょっとこう別のラインとしてあるとしてですね、はいはい、日本映画ですね、うん、まあ1本でも2本でも何本でもいい、はい、もう一番泣いた、劇場で一番泣いた、映画館で一番泣いた作品言っちゃっていいですか。はあ、バイオレットエヴァーガーデンでした。あ、アニメだったんですけど、いや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 、あれはね、僕はあのすいません、あの本当に応援しました。わかりますよ。でね、あのフィルマークス の、はい、あのトップ10みたいなのが、満足度トップ10みたいなのが発表されたんですけど、日本映画では1位がバイオレットで、2位がミッドナイトスワンだったんですよ。いやもう、はい、バイオレットそうですよねってちょっとあの感服状態だったんですけど、それぐらいバイオレットエヴァーガーデンは今年映画館で一番泣いた映画でした。いやあのお話を聞いてたのでまだかな、はい、あのもうギリギリだったんですよ。あれも9月公開で、はい、はい、大体同じ時期ですよね、ミッド。そうですね、
そう、それで、はい、本当に先週ですよね、私、ちょうど LINE かなんかしてて。ご覧になったんですよね。そうなんです。で、ドルビーシネマで、これまた見れること、見ることができて、ドルビーシネマの音と映像ですよ。はい、もうすごかったんですけど、おえつしましたよ、私も。で、はい、自然に出たんです。もう。そう、自然になってるんです。もう。私すっごい濡れてると思って、はい、ちょっとびっくりしたんですけど、本当にね、丁寧です。やっぱ京、ね、京都アニメーションの作品ということでね、本当に丁寧な作品でした。いや本当に素晴らしかったな。あ、でもう終わった後、私本当立ち上がりそうだったんですよ。拍手してスタンディングオベーション。はい、もうそれ、僕もそれぐらいでした。やりたかったけどね、まあ、コロナ禍の中で見に来てるから声も出せない状態だったんですけれども、まあ、はい、本当に未だに満員だったっていうのが分かる気がするな。いや、素晴らしかった。まあ、これは、一致で、一致してます。はい、もう。はい。では、松岡さんの日本映画。松岡さん、まあ、これは私も、まあ、今や関係者なので、ありがとうございます。私も関係者で、オイスマン5回、6回しているもんですから、ありがとうございます。これはもう本当に息遣い、もうすべて本当にもう自分のね、もう本当、もう思い出というか、なんだろうな、一生忘れられない映画の一つになってしまいましたね、これね。なので、ありがとうございます、本当に。これが1位と言いたい、1位っていうか、まあ番ね、1位を決めるわけじゃないんですけど、実はですね、根底にあるものがちょっと似ているので、私はちょっとこれなんですよ。37セカンズ、光監督。そうなんです。うん、光監督は、はい。発信されてますもんね。はい、実はロサンゼルスでご一緒してます。はい。ね、これはもう一人の女性の人生が大きく羽ばたいていくっていう青春ドラマなんですが、ちょっと障害があるんですよ、この女の子がね、はい、うん、障害があるんですけれども、だからまた暗い映画じゃないのって思う、とんでもない一人の女性の女の子の、ね、羽ばたいていく話なんですけれども、ゆまちゃんという子が、主人公になってるんですけど、これとこれはちょっと似てて、なぜかというと、ゆまちゃんは障害を持っている、まあ、受け入れているんですが、どうして私はこうやって生まれちゃったんだろうなっていうのをちょっと持ってる子ですよね。で、この2人はそうじゃないですか、うん、どうして私はこういうふうに生まれちゃったんだ、はい、だけどこの2人、いちかとこのね2人が出会ったことによって世界が広がった。で、ゆまちゃんも同じなんです。風俗嬢と出会ったこと、あとアダルト雑誌会社の人と出会ったことによって変わっていくんですね。で、だんだん私は私で良かったっていうのが、これ共通する作品なんですよ、うん、私は私で良かった、だから私も自分に自信がなかった人なので、私は松岡ひとみで良かったと思えた作品がこの2本です。ほら、だからこれね、共通点があるいやーね、ありがたいですね。本当に光さんの作品も本当に素晴らしかったですしね。もうベルリンでの受賞とかももう当然の結果だなというふうには思うんですけど、もうなんかわかんないですけど、光監督や内田監督がね、それぞれの作品でこう何かきっかけをね、掴んだっていうような空気ね、空気がやっぱりありますよね、本当に。なんで、まあ、素晴らしい作品。オリジナルリアリティ。はい。で、ごぼう抜きしたのがこれ。佐々木まいまい。はい。これは一緒ですよね。僕も大好きです。ね。はい。いろいろ考えてますよね。うふふ。もうなんか、佐々木って言いたくなっちゃう。素晴らしかったですね、これも。はい。じゃあもう本当、3本とも全部オリジナルで。はい、というわけで、いやー、これでやりたかったたまにはやりたかった、ね、いやー、ということでもうね、はい、いやー、まあ改めてね、1年振り返って松岡さんどうでした、今年は。なんかね今年は本当早巻き状態だったよね、間でも
休憩をもらったっていうふうに言ってる監督さんが多かったんですよ。いつもだったらずっと走りっぱなしだったけれども、うん、その間に、編集ができたとか脚本を書けるっていう、はい、そういうふうにみんなやっぱり前向きに今できることを今できることをっていう考えていらっしゃる方の中にいたもんですから、私も今できることっていうのを、はい、とにかく地にあの足をついて頑張ろう、きっとまた、うん、あの来年はいいことがあるだろうっていう、そういう考え方ですね。であの映画はちゃんと力があるので、うん、戻ってきますと思ってますが、はい、いかがでしょうか。最初はもう 目の前真っ暗だったけどうん、まあ本当にあのね、ドラシネを始めさせていただいて、あの僕なんかもあの冒頭でも言いましたけど、すごく勉強になることたくさんあったりしましたし、まあ、個人的にはあの今年1年をね振り返ってみると、本当にあの辛いことや悲しいニュースやあのたくさんありましたけれど、なんかやっぱり、僕らがやってる映画とかドラマっていうものが何か少しでも力になれたらなっていうような気持ちはずっと持って、やってましたし、まあ、僕自身も撮影はもう全部来年に行っちゃいましたし、ですけどまあ本当に配信でね、あの内田監督との、ね、湘南純愛組が始まり、東京ラブストーリーがあり、ね、あのそしてミッドナイトスワンがあったおかげで、なんとか僕1年乗り越えられたなっていうふうに、まあ、それ本当に特にミッドナイトスワンに関しては本当にあの劇場に足を運んでいただいて、何度も何度もご一緒していただいて、毎日毎日いろんな感想が上がってくるっていうのを見ていて、たくさんのなんか勇気をいただいたなっていうふうに、思ってます、うん、なので本当に本当にあのね、あの2020年、はい、うん、大変な年ではありましたけども、はい、たくさんの気づきをもらえた年だったと、その通り、はい、いうふうに思っていますので、はい、来年の抱負は、お松岡さん、あ、抱負、いやもうこれは私は地に足をついていくという、もうあのその時瞬間瞬間を大事にしたいと思います。なるほど、はい、もうそれです、はい、今までねちょっとね、瞬間瞬間大切にしなかったことがたくさんあるなと思って反省もしましたから焦る、はい、ばっかりだったから、はい、うん、抱負はどうですか、ま、はい、僕はもう、たくさん考える時間をもらえた年だったんで、来年はその考えたことを実行に移す年に、していきたいなと思い、もういい加減映画作りたいぞっていうか作りたいモードになってるんで、また新しい作品をこれからも、来年はとにかく、小さなものもあるでしょうし、まあなんか本当に、連続ものもあるかもしれませんけど、作ってきたらいいなと思ってます。とにかく作る年にします、はい、来年再来年これからもずっと、うん、はい、なんでそれで皆さんとどんどんつながっていけたらなというふうに思ってます。映画祭もよろしくお願いします、はい、映画祭も準備中です。おー、ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、この番組ドラマチックシネマチックはですね、まだまだもちろん来年もずっとずっと続けていきたいと思っておりますけれども、実はですねドラマ映画好きが集まるという、オンラインサロンドラシネスクールというのがございまして、新規開設中継でございます。はい、はい、ここの、ところでですね、リモートでね皆さんの映像を作っていただいて、それを発表する場っていうのを作るのも私たちの仕事かなと思っているので、はいはい、それね実は春に1個私は持ってきました。お箱を持ってきましたので、よかったら皆さんどんどんね作ってくださいね。また発表ですね。いいですね、はい、じゃあ皆さん参加してくださいね、はい、参加してください、はい、来年もドラシネは毎週土曜日14時から配信だったり生配信だったり収録だったりしますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。チャンネル登録もお願いします。ということで森谷さん、はい、来年もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、じゃあ良いお年をですね。はい、はい、良いお年を。年明けは、年明けはね、1月の9日ぐらいから頑張ってみようかな、なって感じですね。
このファジーな感じがドラシネっぽいですけど。いやいや、でもね、1月もね、すごいラインナップですよ。あの、一応候補に出してるのが。はい。うん、すごいことになってます。春はね、もっとすごいから、よろしく。はい。ということで、はい、2021年も、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。良いお年を。良いお年を。長々と今日はありがとうございました。良いお年を。良いお年を。お疲れ様です。良いお年を。さようなら。ハッピーホリデーズ。